はい、時計は午後10時30分を回ったところです。小室由里の夜サプリ、今週もどうぞ30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、恋愛スキル協会リコモ、占い癒しところ薬務庵、琉球食系提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。この収録をしているのが今日はね6月の12日の日曜日なんですけれども、先ほどこんなニュースが入ってきました。プロレスラーの武藤敬司さんが来年の春までに引退すると、現役引退するというようなニュースが、スマホのポップアップに上がってきまして、おおとびっくりしてたんですけれども、プロレス界の引退ってあるんだっていうね。いや、引退してる人は引退なさっているけれども、大仁田敦司さんみたいに引退してまた帰ってきて、引退しても一つイベントみたいな感じになってる選手もいらっしゃるじゃないですか。でもそれはそれでレジェンドだと思うんですけどね。最近私今更ですけれども、プロレスの歴史っていうのをちょっとこう振り返るような機会が多くって、アマゾンプライムの有田と週刊プロレストっていう番組があって、クリームシチューの有田さんがプロレス大好きで、それと週刊プロレスさんとがこうコラボレーションして、その時に渡された週刊プロレスを見て有田さんがプロレスを語るっていう番組なんですけど、でそこでプロレスの歴史っていうのがつどつど解説されていく中で、あの番組ね勉強になるんですよ。プロレスちょっと興味があるなとか、面白いからちょっと見てもいいかななんて思った方はぜひ有田と週刊プロレスと見てみてください。めっちゃ勉強になります。その歴史を知ってから改めてプロレスっていうものに目を向けていくと、ますます面白くなりましたね。ご縁があって、プロレス団体のドラゴンゲートさんの所属選手の洋介サンタマリア選手の入場曲を歌わせてもらったことがきっかけで、私はプロレスというものに初めて目が向いたんですね。なんでプロレス全然知らないところから、いきなりちょっと中の方からこうプロレス好きが始まった。プロレス好きって私言っていいのかな、ちょっとこれも一瞬どうしようと思ってるぐらいなんか深い世界だなと思うんですけど、でも大会見に行くと楽しいですよ。ただねこれはね、ぜひ私に、小室由里に教えていただきたいことがあります。流血の美学というものを誰か教えていただけないでしょうか。先日フリーダムスさんにちょっと呼ばれて見に行ったんですけれども、私はね、流血はあれはプロレスにいるのっていうのが正直な感想でした。出ちゃったものはしょうがないけれども、それありきでの体育、うわこれ大丈夫かな、私敵作んない、大丈夫かしら。好き嫌いだからしょうがないよね。血流れなくてもよくねって思って見ているところはありました。誰か流血の美学というものを小室由里に教えていただける方、コメントを待ってます。ということで、今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週のコーナー、サプリなお客様、あなたの恋と愛に役立つ素敵なお話を聞かせてくれるゲストをお迎えしております。今週はですね、東京飯田橋でカイロプラクティック施術院ナンナを運営しておられます代表の杉浦祐樹先生にゲストお願いしました。杉浦先生と私も6年以上のお付き合いになりまして、最近朝元気ねえなと思っている男性のそこのあなた必聴です。はい、猫背、これ
男性機能不全になるかもしれない、その解決策なんかも聞けちゃうかもしれないです。はい、聞いてください。そして DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒し処薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマは梅雨に負けないボディメンテナンス。ジメジメしてきてますからね。とはいえ私意外と梅雨が好きで、雨の日にやってしまうこと、窓を全開にする、布団しっきりだろうって怒られるんですけれども、あのしっとり感がちょっと好きでね、ついついやってしまいます。番組では皆さんからのメッセージ募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生への質問お待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。今月からメッセージいただいた方、毎月1名様にいきなり団子七尾庵様から七尾庵のいきなり団子プレゼントさせていただきます。メッセージには必ずお名前、住所、電話番号を明記の上メッセージを送ってくださいね。お待ちしております。サプリなお客様。今週のサプリなお客様、東京は飯田橋でカイロプラクティック施術院ナンナを運営しておられます杉浦祐樹先生に来ていただきました。杉浦先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。あの、なんで今日杉浦先生に来ていただいたかっていうと、私、はい、めっちゃめちゃ聞きたいことがあって、はい、あのね、ファミレスで中学生の男の子6人がご飯食べてたんです。はい、でその男の子たちがテーブルの下、なぜかテーブルの下でみんなスマートフォンをいじってて、抱え込むようにスマートフォンを抱え込むようにずっと下を見てスマホをいじってたんです。なんかね、うんうん、もう猫背を超えて L 字型になってて、はい、L 字、はい、はい、日本の未来は大丈夫かと何が大丈夫かって、自律神経が乱れると、まあ私が一番こう専門としているところの一つ、男性機能不全になるんじゃないのこれっていうのを、その中学生6人を見ててものすごく感じたんですよ。はい、はい、はい、それで杉浦先生にその辺解説してもらおうと思って来てもらいました。了解しました。はい、そうなんですか。言われた通り、そう、さすがに L 字型ってなかなかいないですけど、そうだと思う、はい、うん、あの、そう、今言われた通りですね、そう、自律神経ってやっぱ L 字型までいっちゃうと確かに乱れるって正直あります。でそれが姿勢が多分そういう姿勢が多いと思うんですね、中学生の場合、うんうん、普段そうやっちゃってるってことはね、ということはもう自律神経が乱れやすい環境をもうすでに持っちゃってるってことなんですね、うん、車とかでもそうですけど、まっすぐな道路を通るよりも曲がったところを通る方が結構通りにくい、動き、あの、運転しづらいのと一緒で、確かに自律神経 の、 そう、あの、脳からの指令っていうのが出にくく、行きにくくなるっていうのがあって、そういった勃起不全とかにも正直なりにくいっていうのが出てきます。勃起不全になりやすいかですよね。で他にも考えるとしたら、そういった状態が起こると今度ね、血行不良とかも起こりやすくなってくるので、と、うんうん、いうことは膨張しなきゃいけないっていうことは、うん、血液をそこに集める必要があるね、となるとその血液も集まりにくいとなると、そういった意味でも勃起にしづらくなってくるっていうことです。しづらい環境を自分で作っちゃってるってことですね。自分で作っちゃってる。今回その中学生を見てこれってまずいんじゃない、うん、って思ったんですけど、もっともっとこう日常生活に近いところだと、猫背であることもやっぱり男性機能不全を引き起こしやすいんじゃないかななんて思うんですけど、それはあると思います。姿勢が悪く、猫背とかそうやって姿勢が悪くなると腸とかの動きとかも悪くなってくるんですね、はい、でなぜ腸が動きが悪くなると何が悪いかっていうと、幸福ホルモンと言われているセロトニンとかの分泌が悪くなってくるっていうのがあって、はい、その量が減ると思考がネガティブになるんですよ。
幸せじゃなくなっちゃうのね。そう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 結局そういった思考が負の方に回っていっちゃうと、やっぱメンタル的なものっていうのは結構影響してくるので、うん、そういった部分でも影響出てくるんじゃないかなってやっぱあるんですよね。はっきり言っちゃうと、女性よりもメンタルのところで性生活ものすごく振られるじゃないですか。はい、男性こそ幸せでいてくれないと性生活は多分整っていかないなっていうのは専門家的に思います確かに多分女性より男性の方がかなり影響出るはずなんでですよね、うん、しかも男性の方が多分メンタル弱いと思うので、弱いです、プレッシャーにも弱いですね、うん、世の中の男性は猫背で歩いてる場合じゃないんですよね。そうです、まさにそう実際どうですか、先生のところに来られているクライアントさんで猫背の方って多いんじゃないですか。かなり多いですね。実際にこの間も25歳とかの方の紹介を受けましたね。それに悩んでる方っていうのは猫背で悩んでる25歳、勃起不全で悩んでる方、あ本当に25で、はい、25であらというと今言った内容が結構当てはまるんだろうなっていうのがあって、年齢が上がってくると例えば筋力が不足してきたりとか、そういったものも出てくるのがやっぱあるんですけど、うん、まあ、あとテストステロンですよね、そういったものが減ってくるっていうのがやっぱあるので、うん、若い世代でなってくると今日お話しした内容でやっぱ姿勢とかそういったものが大きく関わってくるんじゃないかと。で特に最近だとズームとかパソコンとかそういったものの作業が増えてくるはずなので、そうすると下半身の血流はかなり悪くなるんですね。こう座りっぱなしがここね数年続いてるじゃないですか、こういう中で男性がちょっと気をつけておいた方がいいよっていうことってあります？そうですね、どっかで休憩を入れる、座りっぱなしがやっぱ良くないので立つっていうことがやっぱ大事になってくると思って、やっぱ動くっていうこと、うん、あと股関節周りの血流を良くすることが大事になってくるので、もう対処法でしかないですけど、まあ、スクワットみたいなものをやっておくと本当はすごくいいです。15分座ってるだけで体固まるよなんて話もありますもんね。固まりますね。そのやっぱ同じ姿勢で居続けるってことが良くないので、それがずっと続いてると習慣化されちゃって本当に悪い方向に向かっていくので、若いうちからもうそれを改善していった方がいいかなっていうのは正直ありますね。杉浦先生ともズームでお話しさせていただいてますけど、はい、リモートになったことでリモート首とかリモート腰とかあったりするんですかね。ああ言葉としてはまだ出てきてないですけど、多分それは言葉としてなり得ますね、きっとね。そういった作業とかあれが増えてきているので、その増えてきたものによって名前ってやっぱつきやすいっていうのがあって、40型とか50型っていうのもやっぱ同じもので、はい、その年代で大体出てくるからっていうのでそういった話が出てくるんですけど、正式にはあれ、肩関節周囲炎っていう言葉なんですね。肩の関節の炎症。70代の人に50型ですねって言ったら、俺肩だけ50代っていう人がいたんですけど、そういう意味じゃないそうじゃないそういう意味ではない。今のお話聞いてると座りっぱなしのことで、うん、骨盤が開きやすくてお尻が大きくなるっていう人も、うん、まあ、特に女性は気になるなって思って、うん、あそれありますね正直、はい、あります。やっぱ座りっぱなしっていうとその姿勢でいるとどっかこう楽な格好っていうか、うん、どうしてもそういう格好したがるので、その時に骨盤ってやっぱ開きやすくなってくるんですよね。女性の場合は多分分かりやすいと思うんですけど、出産っていうのがあるので骨盤の関節があるんですけど、そこってやっぱ産道を開くために開きやすいような関節になってるんです、もともとが、はい、動きやすい、ずれやすい関節なんで、はいはいとなるとやっぱそういった状態を続けてるとやっぱり骨盤も開きやすいので、結果的に腰とかにも負担かけてるっていうのはやっぱあるんですね。で女性の場合はやっぱ生理不全というか、その生理が重たくなったりとか、男性の場合は今言われた、ね、今日の話でいう勃起不全的になっていったりとかっていうふうに症状が表に出てくるっていうのはやっぱあります。杉浦先生から生理不全の話出ましたけど、うん、なかなかこの男性に生理の大変さっていうのをご理解いただくのって大変だなって話してて思うんですよね。まあ、自分も男なんでそこはすごく申し訳ないなと思うんですけど男性はおそらくそこ理解するっていうのは正直ちょっと難しいかなっていうのがあって、ただ男性は思ってほしいのが、女性は最低でも1月に1週間から2週間はパフォーマンスが落ちると、体調不良の期間があるっていうことは覚えててほしいなっていうのはやっぱありますね。
うんうん、常に同じじゃないっていうこと。先日私がお話しした事業者さんでも8割が女性社員さんで運営されているようなそんな企業さんだったんですけど、この女性の生理の話と綺麗に言うとたくさんのお生理がなんかこう悩みの種なんだよねなんていう話もあったんですよね。なんかそんな中で杉浦先生、今度企業さん向けのオンラインサロンを開設するご予定があるなんていうのも聞きましたが、今言われて特に女性の多い社長さんですよね。今言われたなかなか男性が理解できないところってあると思うんで、その辺の体のお困りこととかをオンライン上で話をすることができるかなというのがあったので、それをこれから始めていこうと思っています。生理の休暇の話もそうだし、生理で体が大変なんですっていうこともやっぱり社長さんが男性だとちょっと躊躇しちゃうっていう女性社員さん多いんじゃないかなって思います。そこをこう杉浦先生みたいなやっぱ専門家がお一人入ってくださると、女性社員さんとしてもすごく安心して話ができるし、先生お話聞くの上手だって聞いてるんですけど基本やっぱヒアリングが一番大事なので、で話をお話を聞いてるとどういうところが良くないかなっていうのはある程度見えてくるので、そういうところの切り口からちょっとね、何かアドバイスができたらなというふうに思ってます。女性社員さんが話すだけで心も体も軽くなる、そんな企業さん向けのオンラインサロン、これから開設されるということで、すごく楽しみにしています。はい、ありがとうございます。それでは最後に、この番組を聞いてくださっているリスナーさんに一言お願いしてもいいですか。はい、男性と女性といろいろ悩み事はあると思うんですけど、多くの場合が、自分は体の先生なので姿勢から考えた時に、今日の話にもあった幸福ホルモンが出にくくなったりとかいろいろあったりもするので、そういうこともあり得るんだっていうことを知りながら人と接すると、コミュニケーションとかもスムーズにいくんじゃないかなと思います。でその辺とかも今日のお話だったらですね、サロンとかを通じてやっていきたいと思いますので、ご相談の方お待ちしております。ありがとうございます。杉浦祐樹先生、ちょっと気になるな、相談してみたいなと思われた方は、インターネット検索、東京カイロプラクティックナンナ NANAA で検索をしてみてください。本日のサプリなお客様、東京は飯田橋でカイロプラクティック施術院ナンナを運営しておられます、杉浦祐樹先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。前半で杉浦祐樹先生お話しいただきましたけど、男性機能不全改善って
もちろん対症療法としてさまざまな処方されているお薬を持ち歩くまたは服用するっていうのは悪くはない。泌尿科医の先生もそれで気持ちが落ち着くんだったらいいんじゃないのなんていうご意見もあるんですけれども、これ本当個人的な意見ですが、もっともっと根本的なところから見直しませんかって思うんですよね。睡眠時間だったりとか日々の運動だったりとか、ちょっとしたことで意外と改善されることってあるんじゃないかなって思うんですよ。パソコン作業なんかやってても本当に簡単に巻き肩猫背になりますし、その都度私も5分に1回とまでは言わないけれども、体を起こして1回立って背中をクッと伸ばしてからもう1回パソコンに向かう、その時にパソコンに向かう腕を上からじゃなくて下から回して下ろすっていうようなことをちょっと気をつけてやってたりするとね、姿勢も変わっていくんじゃないかな。リモートワークが多くなった昨今だからこそ、ちょっとした心がけしていきたいなと思います。杉浦優希先生のお問い合わせはインターネット検索、飯田橋カイロプラクティックナンナ、飯田橋カイロプラクティックナンナで検索をお願いします。踊れ踊れ私の占いサルビ。DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマは梅雨に負けないボディメンテナンス。小室由里のボディメンテナンスはドクターエアーブレードに毎日15分ブルブルっと乗ることです。それではセクシーに参ります。おひつじ座、フェイスラインのキープと美肌ケアはバッチリよ。いきなりキスしてきても OK。 おうし座、最近話題のハンドケアを始めたの。手をつないだ感じ、前よりもすべすべでしょ。双子座、お肌の調子を整えるために今日のディナーは薬膳よ。嫌いって言わないで、精力がつく食材もたっぷり入っているからね。ガニ座、あなたのことを考えていたら朝まで眠れなかったの。責任取って今夜は睡眠のツボ押してくれると嬉しいわ。獅子座、私がいつも元気でいられるのはあなたのおかげ。今夜もしっかりパワーチャージさせてもらうから覚悟しておいて。乙女座、プールで日焼けした後がヒリヒリするわ。今度は背中に日焼け止め塗るの手伝ってくれるわよね。天秤座、ヒールで足が痛くってもう歩けない。お得意のオイルマッサージ、今夜も頼めるかしら。サソリ座、頭が痛い時あなたが押してくれる頭のツボはプロ級ね。今夜は添い寝付きのプランを予約しておくわ。いて座、リラックスブラにしたのに肩こりが治らないの。ねえ、ちょっと肩を揉んでくれない？ヤギ座、カラオケで歌いすぎてガラガラボーイになっちゃったわ。でもハスキーボイスって意外とセクシーじゃない？水亀座、美容室で毛だけケアとトリートメントをしてきたの。あなたが好きなロングヘアをキープするためなら私頑張っちゃう。魚座、リフレッシュサロンの予約2人分しておいたわ。ボディケアの後は何をするか考えておいてね。
占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬毛、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今回の占い執筆担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。聞いていただきありがとうございます。来週は教えてゆり先生と、4週目なので妊活サプリですね、小宝鍼灸師市毛真也先生にお教えいただきますよ。楽しみにしていてください。そしてですね、今週は金曜日、なんとラジオ関西の番組に出演します。ラジオ関西原田伸郎ののびのび金曜日、あのねのねの原田伸郎さんの番組にゲストとしてお邪魔することになりました。時間としては11時9分からの出演です。インターネット放送ラジコで聞いてください。ラジコですよ。今この番組 FM ギノワン聞いてくださっている方はリスラジ、ヤマトの方はサイマル、ラジコです。ダウンロードしておいてください。ラジコといえばこちらも聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸 BNI 阪神南プレゼンツエキスパートボイス、こちらは土曜日の朝7時から7時10分までの10分間、短い番組ですけれどもナビゲートさせていただいています。 BNI 阪神南のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスなお話を伺っております。ぜひ聞いてください。割とこのテンションでインタビューしてます時々ね、ご出演いただくゲストさんがブフって笑っちゃうような話も結構出てますので、楽しく聞いていただける、そんな朝の10分間一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。ここまでのお時間は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しところ薬毛庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系の提供でお届けいたしました。この後はうまく腕やなばらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビックスモールです。お二人さん、8月楽しみにしていますふふ最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛は時として困難をもたらすが、良いことは愛は活力を与えてくれるということだ。オランダの画家ヴィンセント・ファン・ゴッホの名言です。困ったこともいっぱいあるけれど、やっぱり愛がないと元気にならないですよね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ、愛いっぱいで待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなた